あーうまい、やっぱうまいな。やっぱコカ・コーラピーチ最高じゃないですか。はい、どうも皆さんこんばんは、チームセクシーのトウヤです。マジマジ。別にね、今日コカ・コーラピーチの宣伝じゃないですよ。今日はね、美容用品の紹介といいますか、僕結構いろんな化粧品使ってるんですけど、その中でもちょっとネットで見てたら結構気になる感じのね、口コミがいい商品を見つけたので、今回買ってきてみました。買ってきてみたっていうか、いろんなお店行っても売ってなかったのでネットで買ってみました。で、今日届いたので一応ね、いいか悪いかまだ使ってないんでわかんないんですけど、皆さんにも一応紹介したいなと思いまして、今動画を撮っております。はい、それがさっきから持っているこちら、セルベストリポコラージュラメラエッセンス C 美容液と化粧水です。フリーズドライ凍結乾燥させた美容液ラメラエッセンス C を使用時にビタミン C 配糖体を配合した化粧水ラメラウォーター C で溶かして使う美容液&化粧水です。お肌に潤いと張りを与え、角質層を健やかに整えます。で、簡単に言えば何かっていうと、結構冬この時期寒くて乾燥肌とかなりやすいじゃないですか。で、そういう乾燥肌とかになった時の小じわとかほうれい線とか、そういうのいろんなものを防ぐものです。やっぱりね、若い子とかはいいと思うんですけど、ある程度年齢いってきたりね、年齢いってなくてもね、女性の方とかはね、結構この時期いろんな乾燥肌気にする方多いんじゃないでしょうか。結構いろんな口コミを見てると、使った初日とかにもう効果がわかりますよみたいなのが結構口コミで多くて、あ、そんな速攻性あるんならちょっと使ってみても損はないかなって感じで買ってきてみました。今回期待してもいいんじゃないかってことで、使い方をね、皆さんとこの動画でね、覚えていこうかと思います。さあ、僕何がダメってね、めんどくさがり屋なんで続かないんですよね、こういうのは。続かない、本当に続かない。それでもね、もう僕もそんなに若くないので、ちょっとこういうのをまめに活用していくことによってね、少しでも若く見られて、少しでも女の子にね、よく見られるようにしたいなということでね。それでは早速開けていきましょう。はい、開けてみました。こういう感じで2つの容器が入ってます。で、大きい方が美容液かな、多分。小さい方が化粧水なのかな、わかんないけど。とりあえず作っていきましょう。作るタイプなんですよ。作るのとかめんどくさいって人は向かないかもしれないです。僕は結構何かと何か混ぜて使う系の化粧品今でも使ってるんで、結構好きなんで何も苦じゃないんですけど、まずはこれを上を外します。上を外したらキャップがゴム栓がついてるので、これも外します。固っ。外したらこの美容液にこちらの小さい化粧水を全部入れます。うわ、結構多いな。全部入れたらさっきのこのとんがっている方のキャップをもう一度閉めます。そしてよく振ってください。よく振ったら完成です。完成なのに出していきましょう。この上部が取れるんですね。上部を外して、このとんがっている部分のこの辺を押すと出てくるみたいですね。どんだけ出すんだ。適量を手のひらに取り、素早く顔全体に広げよう。優しく押し込むようになじませます。さらっとしたら浸透した合図です。さらっとするの？さらっとするらしいです。うわうわうわ、もう普通にさらっとしてるじゃん。わかんねえかな、わかんなさそう。これを手になじませて、手になじましちゃダメか。素早く顔全体に広げる。で、基本的にはね、お風呂上がりとか洗顔の後とか、そういう時に使ってくださいね。はい、こんな感じですね。どうなんだろう、小じわとか言われてもわかんねえけど、まあ、とりあえずこんで使い方は OK みたいですね。もう、いいのかどうかちょっとまだわかんないですけど、つけたばっかでいきなり効果出ないんで。蓋を閉めて、で、これ作った後は要冷蔵なんで、冷蔵庫に入れてください。一晩冷蔵庫で保管すると、さらに溶解しやすくなりますって書いてあるんで、なかなかちゃんと溶けないなーとか、なんかサラサラしないなーって人は、ちょっと冷蔵庫に寝かしてください。比較みたいな動画までは出さないですけど、一応これ相当僕的には、いろいろ調べた結果良さそうだったんで買ったものなんで、今回皆さんにも紹介させていただきました。なんかね、コラーゲンを普通なら、そのままだとコラーゲンって大きすぎるから肌に浸透しないのを、それをうまいことを浸透できるようになんか加工されてるらしい。詳しい構造とかそういうのはちょっと僕プロじゃないんでわかんないんですけど、とりあえずいいものらしいです。で、値段がネットでだいたい7000円くらいです、これ1本で。で、だいたい1月で使い切るくらいの量らしいです。なんで1月に7000円、まあ、そんなに高くはないですよね。なんでまあ高いと思った人はまあ別のやつを買ってもらったらいいんですけど、僕今までのやつよりもこれ安いんで、ちょっと効果が良ければ継続してこれからも買っていきたいなと
そう思っています。まあそんな感じでね、今日はセルベストリポコラージュのラメラエッセンス C っていう化粧品の紹介でした。結構化粧品とか買ってるんでね、今後もこういう動画を需要あるかどうかわかんないですけど撮っていけたらなーと思っております。皆さんが使ってる化粧水とかね、美容液とか何か良さそうなものとかあればまたコメントとかで教えていただけると気になったら買います。これもね良さそうだったらツイッターとかでねまたあの効果の方を書くかもしれないので、それ見ていいなと思った方はぜひ買ってみてください。この動画がいいと思った方はグッドボタン、悪いと思った方もグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあみんなまたね、バーイ、マジマジ。